永宝寺は、岐阜県多治見市古景山町にある臨済州、南禅寺派の寺院。三号は、古景山。雲水の修行道場である古景山専門道場を併設している。1295年頃、鎌倉の地で、武装祖籍と、元沖縄本本が修行し、また時よりさだとの接点が生まれた。 1311年、悟る後の修行のため会の、達山に一時陰性していた無双漱石は、1312年、元沖縄本元と共に、元沖縄の故郷である三河の大徳寺に登留。1313 13年、時頼貞の招きにより、頼貞の父、時工場の33回忌を、定林寺で御守した。その後、時頼貞の別邸、または、 砦出があったと推察される長瀬さんのふもとにいおう、結ぶ。文化三年間の古景山略演技一人案内によれば、昭和2年6月18日に長瀬さんのふもとを目指していた、無双一行が道に迷い、白馬に乗った女性に道を尋ねたところ、返事がなかった。そこで無双は、うつせみの物ぬけのからかこととえど、山だにも教えざりけりと歌を詠んだ。すると女性は、 教諭とも誠の道はよもゆかじ、我を見てだに迷うそのみはと変化して忽然と消え失せ、付近の札岩城に一寸八部の関税恩母殺像が出現した。武蔵はこの関税恩母殺像を本尊とし、1314年に水月城を建立した。当初、古景と称していたが、後に中国羅山の古景にちなみ、古景山と称するようになった。の風が、 当地に似ているとする記述も見られるが、無僧が渡航した記録はなく、むしろ、鎌倉県長寺の中国僧一山市安氏の下で修行していたことにより、当時のロザ山での全修行の風地を古形山に求めたものと推察される。1317年に無僧は、京都の北山に陰性、さらに土砂へ移り、1319年には、鎌倉へ、1325年に、 五大五天皇の命により、南禅寺第九世として、南禅寺に従事することとなる。一方、元沖な本元は、無双の去った、古景の地を守りしばらく止まっていたが、1329年には、南禅寺第十一世として、南禅寺に従事した。元沖な本元が南禅寺に従事しているとき、五大五天皇の御子世羅神皇の帰憶を受けていたが、 新能亡き後、五代醐天皇が、新能の御所を臨仙寺とし、元沖縄本元を解散として迎えることとなった。この時点では、古慶山解散は、無双祖籍であり、臨仙寺解散が、元沖縄本元であるが、南北朝双乱により、五代醐天皇は、沖に流され、元沖縄と臨仙寺は、外語者を失うこととなり、玄徳三年元沖縄、南前寺を去り、 よく小元年に没した。五代醐天皇は1333年に京都に戻り、武装祖籍を再び南禅寺の十字に迎えるとともに、改めて臨戦寺の解散とした。これにより、当初武装を解散とした古慶山英宝寺は、武装祖籍を解創とし、元沖縄本元を解散とするようになった。五代醐天皇による兼務の申請は、 足利高氏によりわずか2年で失敗に終わり、光明天皇が擁立されて南北朝となり、逆王元年に足利高氏が正位大将軍となる。英法寺は、逆王2年に北朝の光明天皇直願書とされ、経済的基盤が確立するとともに、海産元沖な本元の門派が一流相続する独立的存在の門徒寺とされた。 英法寺の歴代は3世の火山生以後、14世の節定英立までが、達中の補助院世代と同一であり、その後320年間にわたり、達中寺院による臨番で、誤持されてきた。天保元年、解散仏徳禅寺500年延意味なの際、春王前越により、騒動が開かれるが、明治初めの社辞上知令により衰退した。 明治8年栄法寺十一世として、補助二24世のカオルヨシエカオルが任命され、明治14年解散仏徳禅寺五百五550年円意味なの、際に、白樹験単会現象を栄法寺十字に迎え騒動を再開した。これ以後、騒動主家が栄法寺住職を務めている。観音堂2月解散堂2月一重も越し付き、入り模屋づくり日和田吹の仏殿。 南北朝時代、水月女とも称し、本尊の聖観世音菩薩座像が安置されている。三社は片三軒で、その周囲にもこしを設ける。一重もこし付けの外観、のきぞりが強い屋根の形状、三、ラと柱まかみ形の弓乱馬など禅宗様の要素が強い。一方で、以下のような和洋の要素も混在する。禅衆様では、床は石敷き。 天井は化粧屋根裏とする例が多いが、この建物では床は板床、天井は板張りの鏡天井としている。中上の組物は、全州様では複雑な三手先とする例が多いが、本、建物では、三者が出組、こ腰がデサントという、外側への出の少ない簡素なものを用いている。全州様では爪組といって柱と柱の間にも、 密に組物を配するのが通例だが、本建物の組物は、柱の上のみに配置する。もっこしは、正面側一見通りを吹き放しとするが、これも、禅宗様仏道としては異例である。以上のように、本建物は、外観は禅宗様を基調としつつ、細部には、和洋の要素が濃い得意な建築である。軒裏はたるきを見せない、板剣とするのも珍しい手法である。 入りもやづくりひわだぶき、南北朝時代、永宝寺海藻の無双国主及び、海産仏徳禅寺の陳奏が安置されている。片一件も腰付きの指導の前に、片三件の衝動が立ち、これらを、僧の間で繋いで一棟とする得意な形式である。衝動の奥に、禅術の素師の真奏を安置し、奥の指導には、海産の母党である、石造法教員党を安置する。 正堂は三体先の組物を爪組みとし、たるきを扇たるきとし、道内は石敷の土間に化粧屋根裏とするなど、本格的な禅宗様の異常になる。2003年9月10日、本堂、大玄関、栗が火災で焼失。2007年8月29日、栗が再建され、完成式が行われた。また、一般に本堂と呼ばれる、法上火像案と、 東ハフの大型玄関は平成23年4月18日に竣工した。ありがとうございます。